アカペーラは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカドエウメに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は1376人で、ある。住民骨肖は、キャピリン、ラ。カスティーリャ語表記は定冠詞のないカペラ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.05%。アカペラは、 アコリューニャ県の北部に位置し、コマルカドエウメに属する。北はサンサドゥルニーニョと、東はアスポンテスデガルシーアロドリゲスト、南はモンフェーロと、西はカバーナスとフェネの各自治体と隣接。自治体中心地区はアカペーラー教区のアスネベス地区。アカペーラはフェロル司法管轄区に属す。中世から旧体制までの期間。 自治体地域は三所案でカーベイロ修道院の所領であった。19世紀初頭にポンテデウメ司法管轄区に属する自治体カーベイロが創設された。1835年旧の教区によって構成される自治体やカペーラが創設された。1836年9月自治体カバーナスがラ・コルーニャ県に対して領内にカバラール教区を含める要請が。 1842年、県は自治体数を減らすことを検討。アカペーラは16教区によって構成されることになった。それらは、現行教区の他に、ビラベージャ教区、シジョブレ及び、マガロフェス教区、レゴエラ、サンタクルスドサルト及び、ソアセーラ教区などである。1925年7月、自治体カバーナス内のサンボーロでカーベーロ教区が、 カペーラに転属。1982年7月州政府春太で、ガリシアは、ベルムイ、エスピニャレード、サンペドロデエウメ、リバデウメ、アファエラ、ゴエンテ及びオフレーショの各教区を分離させ、自治体アスポンテスデガルシーアロドリゲスへと移管した。自治体首長は、ガリシア社会党のマヌエルメイソーソロペス、自治体表議員は、ガリシア社会党、4。 ガリシア国民党2アック2ガリシア民族主義ブロック1となっている。アカペーラは3の教区に分けられている。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。